はい、それではレッスン3の Part 2 A Queen's Wish の文解説をしたいと思います。 And the story says that this elegant breakfast was introduced by Marie Antoinette, the Queen of France, who was born in Austria. ということで、これ According to another story みたいな感じで別の話によると何やいと言われているっていうふうに訳してやるパターンですね。別の話によるとこの上品な朝食時の食べ物は、というふうにして、マリー・アントワネットと同格でザ・クイーン・オブ・フランスということなんで、フランスの王妃であるマリー・アントワネットのことを言ってますが、ここでは彼女はオーストリアで生まれたっていうようなことの、補足説明もカンマ風でしてあるので、まとめ方としては別の話によるとこの上品な朝食時の食べ物は、フランスの王妃であって、あるマリー・アントワネットによって伝えられたと。そして彼女はオーストリアで生まれたってことでいいでしょう。In 1770, 1970年に、この C って誰かっていうとマリー・アントワネットですよね。それ、ね、1770年にそれは彼女が14歳の時に C left Vienna to marry Louis XVI ってことで彼女はルイ17歳と結婚するためにウィーンを後にしたってことです。In her new country, これはフランスを指しますよね。もともとオーストリアで生まれてフランスの女王になったわけだから、フランスですね。See Mr. Kipfield, a role in shape of the crescent which she had enjoyed in Australia. ということで、新しい国、彼女の新しい国でフランスで、彼女は、三日月型のロールパンである、ロールというのはロールパンで訳してあげてください。ロールパンであるキッフィルを恋しがったと。でカンマフィッチですから補足説明なんで、そしてそれを彼女はオーストリアで楽しんで食べていたってことになります。この、恋しがってるよりも過去なので過去完了の had enjoyed になるってことをよく理解しておいてください。その後 so、そこでと She told her chef how to cook itそこで彼女は自分の料理人たちにキプフィルの作り方を、伝えたってことになって The new pastry which they created on the basis of her recipe was given the name croissant in France ってことで、その新しいペストリーはどんなペストリーかっていうと、彼女のレシピに基づいて彼らが作った、ペストリーは、フランスでクロワッサンという名前を与えられたってことになります。で次、It soon became very popular throughout the country ということで、The country というのはフランスなので、それはすぐに国中で、まあ、フランスで人気になったってことになりますね。いいでしょうかね。はい、はい、じゃあ6ポラいきます。Is it true?、これ全部の前の5段落の全ての内容を指してこれは本当だろうかと言ってます。 We know that Marie Antoinette brought a lot of new things from Austria into France、私たちはマリー・アントワネットがオーストリアからフランス内にたくさんの新しいものを持ち込んだことを知っているってことになります。 Since she loved sweet things, a great number of cakes and pastries were introduced by herto the French along with the techniques for making them ということで、非常に多くのパンやケーキやペストリーが、フランス国民にそれらを作る技術と一緒に彼女によって伝えられたという文章ですね。次 Regarding the story of the croissant、 このクロワッサンの話に関して However 対象です。しかしながらMost historians are doubtful. ほとんどの歴史家は疑っていると。When she brought any new food into fashion. ね。この any new food っていうのは、これ不可算名詞なんで数えられない名詞ですよね。なんで、彼女が新しい食べ物を流行させるときは、させると、it was widely reported. この it って何を指すかというと、any new food です。これ数えられない名詞だから単数扱いです。それ、まあ、どんな食べ物でも、幅広く、報道されたってことになります。何人か、
in news seats of the time、 その当時の新聞にです。 Yet, しかし、これ but とイコールですね。 No reference to the croissant can be found there. There are to not in the news seats of the time を指しますね。しかし、そのクロワッサンへの言及は何もないと。で、in addition、さらに、the croissant is difficult, very difficult to make. クロワッサンは作るのが非常に難しいと。And it was unlikely she could have explained the steps in detail. だから、彼女がその工程を詳細に説明できたことは、考えにくいっていう女王様なんで、その難しいものを説明できたはずはないだろうっていうふうに、モースヒストリアンス、ほとんどの歴史家は思ってるわけです。はい、じゃあいいですかね。じゃあよく勉強頑張ってください。See you soon. Goodbye!